八尾市危機管理課です。地域の皆さんが地区防災計画を作っていくために必要な情報を動画としてまとめお伝えしていきます。第5回目は地区防災計画における地区情報についてご説明します。まずは地区情報とはどんなものかを簡単に確認していきましょう。地域全体ではなく地域内のエリア、範囲ごとの 概要のページになります懲戒や空などエリア範囲の設定は自由です特徴や課題エリア範囲別の避難経路についても記載すると良いでしょうそれではこれらを踏まえ例を見ていきたいと思いますなおこれ以降はエリアという言葉を用いてご説明していきます 地区情報が見開きでままとめられています図の左側ではエリアの特徴支援体制課題が図の右側ではエリアの避難経路が地図とともに示されていますこのように地域全体をいくつかのエリアごとに分けて地区情報を作成することで地域全体の 細やかな情報を把握することができます。さらに中身の作りを詳しく見ていきましょう。エリアの特徴の内容です。ため息や道幅、用水路など時系的な特徴や高齢者、独居者が多いといったような住民の特徴が挙げられています。災害対応に関連した いい面、悪い面、気にかけておきたい点などをまとめてみましょう。エリアの支援体制です。誰が誰をどうやって支援するのかが書かれています。ここでは、人の動き、人的支援についてまとめられていますが、備蓄物資など物に注目した物的支援も支援の方法として考えられます。 支援について体制を整えるのはとても大変です時間もかかってしまうことでしょう今できていることだけではなくこれからこうしていきたいといったような検討中の内容を挙げても構いませんわかる範囲でまとめていきましょうエリアの課題ですエリアの特徴を捉え支援を具体的に考えていくと 困ったたなぁととと思思うことが出てきたと思います。そのようう。な困りごととと課題ししてまとめましょうまめょたこうしてまとめた課題はそのままにしないようにエリアの中で行う防災訓練や体制の見直しなどの際に振り返って行き解消していくようにするとエリアの防災力がさらに向上するでしょうエリアの避難経路です。 この例ではあらかじめエリアの一時避難場所と指定避難所を定め避難の準備が簡潔に示されています併せて地図上にも各避難場所と災害の種類別の避難ルートを示すとより分かりやすくなりますイメージ図を見てみましょうこのエリアではまずは一時避難場所へと移動し そこから指定避難所へと移動することになっていますそして地震の時は赤い矢印のルートで住民は避難をする想定です一方先ほどのルートは水に浸かりやすく使用できない可能性があると地域では把握していましたそのため台風などの風水害の際には別のルートで一時避難場所から 指定避難所へ移動する想定となっていますポイントはこのように複数の選択肢を持っておくということです災害は毎回形を変えて私たちに襲いかかりますその都度の状況に応じて柔軟な判断が求められることも多いため一つの方法に縛られずにいくつかの選択肢を持てるようにしておくと良いでしょう 次に避難経路を考える方法を参考に2つほどお伝えしたいと思います。1つ目は意見交換・情報共有です。住民の皆さんの経験や知識を共有することで危険な場所安全な場所を確認します。これまでの災害の時はどうだったか普段過ごしていて特に気になっていた場所などを どんどん共有していきましょう2つ目は、街歩きです実際に避難経路の候補となっている道を歩いてみることで本当に安全なのか、危険がないのか避難時に目印になるものはないかなどいろんなことを確認することができます街歩きの前に意見交換をしている場合はそこで得たポイントの 再確認をしても良いですね街歩きではいろんな情報が手に入ります気づいたところは後でわかるように地図に書き込みをしたりメモに残しておくなどしっかりと記録しておきましょう街歩きの際にはどんな視点で行えばいいのかなと悩んでしまった場合は参考になる情報がいろんなところで紹介されていますので 一度調べてみると良いでしょう意見交換だけ街歩きだけでも良いのですが両方を組み合わせるとより安全な避難経路の選定につながります特に街歩きをしている最中にはなかなかそこで得た情報を整理することができませんそのため歩いた経路について避難経路とすべきかどうか という検証も含めて、街歩きの後には、やはり一度意見交換の場を持つ方が良いでしょう。いかがでしたか皆さんの地区防災計画がより良いものとなるために、少しでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。